今大注目のアボカドを気持ちよく調理ができるのの字アボカドナイフとアボカドスプーンのご紹介です。アボカドは森のバターと呼ばれるほどに栄養価が高く、ヘルシーな果実として大変人気ですよね。皆さんもよく食べられるのではないでしょうか。そのアボカドを調理するときに、こののの字アボカドナイフとアボカドスプーンを交互に使えば、4つのステップで簡単にアボカドを調理できるんです。まずはナイフを使い、種に沿ってアボカドを半分に切ります。ナイフの内側の曲線が種の丸みに沿って捉えるので、滑りにくくとても切りやすいです。次にスプーンの反対側にある逆反りのアンカーの蓋を取ります。そのアンカーを種に刺すと、種をしっかり捉えて簡単に取ることができます。そしてナイフを使ってアボカドの実を切り分けます。先端が丸く刃がないので、皮を切ることもなく、手のひらでも安全に使うことができます。次にスプーンを使い、皮の内側に沿って実をすくい出します。ほら、綺麗にすくえました。またスプーンには3つの縦長の穴が開いており、手のひらでアボカドをマッシュすることもできます。ヘラ状の縁があるので、マッシュしたアボカドを塗るのにも便利です。アボカドは非常に栄養価の高い果物として有名です。豊富な脂肪分が含まれていますが、善玉脂肪で血中コレステロール値を高めません。ビタミン、ミネラルも豊富で、主な効能として美肌効果、老化防止、動脈硬化防止、成人病予防、便秘改善などが挙げられます。調理方法も多く、サラダ、ココット、プリンなど様々な料理に使えて、美味しく食べることができます。またその刃先が丸いナイフは、アボカド以外にマンゴーも手のひらの上で安全に切ることができます。その他にもリンゴや洋梨など果物を切るのに大活躍します。スプーンもしっかり握って使える強力グリップ設計なので、面倒なかぼちゃの種取りも素早く簡単にできます。ナイフとスプーンは使い終わったらお手入れも簡単。食器用洗剤をスポンジにつけて水洗いするだけで OK です。手のひらで簡単にアボカド料理ができるのの字アボカドナイフとアボカドスプーン、ぜひお試しください。